おはようございます。またアミリレンタルボート滋賀県の横にやってきました。ボートに乗ってやってますよ。これがおもり代わりだ。勉強中です。バスプロの方ですか？いや、エマさん、あの釣りのプロらしいんで教えてください。はい。いや、アナさんお願いします。ちょっと安全に、これ重要ですね。あ、これ来てください。危ないんで。やっぱちょっとあれだわ、やっぱりディッキーやる。なんかディッキー大事で。ディッキーじゃない、エヴァ。エヴァじゃなくて、すみませんね、名前間違えちゃった。エマさん。はい、覚えます、エマさんね。はい。カッコディッキー。お願いします。おはよう。あ、おはようございます。じゃあちょっとやろう。はい、ボートですね。ちょっと小雨が、うん、これがバス釣りのいい天候なんですか？このもう今日釣れるような気がするけど、なんか曇り空で、さあさあさあやってきますよ。今日プロらしいんで、はい、あのエマさんっていう人、エマかエヴァかディッキーがよく分かんないんだけど、あ、はい、あ踏んだぞいきなり今日はついてエマさんとアンナさんと一番先輩とやっていこうか、はい、やりましょう。バス釣りやりましょう。釣れるかな、釣れるかな。簡単でしょ。結構簡単、無免許で運転できるんで、初心者の方でも簡単ですよ。出船だ、出船。ちょっと初めてのバス釣り。初めての。あ、で、初めて釣り、初めてですか？初めてじゃない。あ、やっぱプロだ、あの人。じゃあ対決って形で、あの釣りましょう。結構簡単でしょ。そこでね、エレキスで運転できるんですよ、うん、ちょっといきなり雨、最悪ですね。あの、じゃあ最悪やね。大丈夫。根性あるね、結構で、俺一発目はね、スパイロン投げてきます。早速ね、投げていきましょう。多分結構いるんじゃないかなとね、うん、あそこいるっぽいよね。ほら、あそこ先おるわ、でかいの。いきなりバイトがあったね。やっぱスパイロンのあのプルプルホールに。ちっちゃいか。設定できた。投げてみようか。ね、右手握って、右手の中指で紐を持って、その状態でその鉄のスプールを返す。そう、難しい。返す。で、それで思い出して、それで出る状態なの。一回投げてみて、軽くでいいよ。投げれたでしょ。一回出してみようか、糸全部。そう、絡まってるね、いきなり。うん、糸を出して、引っ張ってどんどん出して直そうか。まず絡みを。結構手先器用だね。え、何？食った。うおいおい、ちょっと話しとった。食った。え、ちょっと待ってバレたか。バレた。あー、食っとくる。来た。釣れた。わー、釣れた。はい、遠い。釣れた、かわいい。ピャンピャンこれ初めてでしょ。初めて。誰この子。触ってみて。ああ、うん。匂い。うわー、ちょ、匂い嗅いでみようか、その手の匂い。え、別に匂わない。え、生魚バスの匂いしない。ちょっといきなり来ました、スパイロン丸飲み。ちっちゃすぎるだろう。うん、これちっちゃい。じゃあちょっと釣ろうか。はい。まだ一回も釣ったことないもんね、うん、これね、投げ方としては、うん、まあ、こう投げて投げるでしょ。そしたら水深がここね、4メーターぐらいあるから、4メーター沈むまで待つ。その間、そのスプールを返したまま糸を出して、でそこまでついたら持ち上げて1メーターぐらいで落として送り返す。ふわーっと持ち上げて落とす。ワームがふわーっと持ち上げて落ちる。
バーッと落ちるみたいな。でたまに微振動みたいな、こうこういう感じで、それとバスがパカッて、要するに結局ね、これ弱った小魚を演出する、あてかイメージ。それ投げて、それ手でちょっと送り込んであげた方がいいかも。それで、ね、目で見たらワームの沈むスピードで、水深が3メートルと想像すると、ふわふわってスピードで、だから投げて20秒ぐらいかな。うん、まあ適当でいいよあとは感覚で、でふわふわさしながら巻いて、あのちょボイルボイルボイル、あそこに今は要するに巨大なこうフィッシュイーターが小魚を襲って逃げてるとかイメージ。投げようか、チャンスかも、来てる、ボイル連発。どう、これ動かし方って足で動かすやろ本当は。そうそうそう、やってますね。反応ありますか。ないです。反応ない。結構粘りが重要かも。お、あ、経験者っぽい、投げれてる。何回もよくやったことあるんかな。海でやったって。あ、数えるぐらい。どうなんだろう、めちゃめちゃ実は上手い人なのかな。あ、当たった、これ当たった。多分ちっちゃいんだな。でもこれ雨どうにかしてほしいんですけど。雨女、あいつのせいなのもう今日天気が、天気が 30% だったって。最初10って言ってて増えたん40になって。あ、マジで今 40? 今40。あ、そうなんだ。ちょっとこれびしょ濡れ、カッパ持てればよかったね。来ないかな、でかいの。あの、あったない。あそこにちょっとね、インレット、いわゆる流れ込みがあるんですよ。ここに新鮮なウォーターが入ってるんで、この辺結構いるんじゃないかな。インレットわかる？要するにあの向こうから音聞こえるじゃん、うん、あれ山から水が流れてるの。っていうことは新鮮な水があるってことで、この界隈に魚が寄ってくる。え、なになに、なんでだろう。二人ともピンクの山線香投げてるっていうのが、ピンク好きなんだ。釣れるよそれ。二人ともピンク色だよ。ミミズと間違えて食ってくる。ちょっとコールスピードを速くするためにネイルシンカーをちょっと入れますか。適当にここにネイルシンカーっていうか重りを入れると、こうフォールスピードがちょっと上がって、ファ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 って、頭からファ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 、こういう感じで落ちます。ちょっとこうやって目をつけてね、魚の目をイメージしたみたいな。ちょっとね、でっかいの釣りたいんだよね。でかいの、アナさん釣れないんですけど、なんでだろう、全く来ない釣れないわね。甘くないんだよね、バス釣りなかなか甘くないんで、一匹釣れるかどうか粘るよ。つけないと噂ってすぐとかなるから、レトロらしいよこれとかって、やばーとかって。後輩は言いそうだけど同期は絶対言わない。あと、なんかの間違い、いやでもあれ100万回言ってるじゃん、100万回、釣れた、釣れたのいいけど、カランドスコリオニー、カランドじゃなかった、釣れた、うわ釣れてる。これやっぱりね、石丸さん、はい、え、大きい、いや、まあ、そんな大きくないけど、でかい大きいね、これでかいよし、ちょっとやばいって、どうしたこれ上がんない、これでかいうわ、釣れた、釣れた、25ぐらいが、まあ、大きくないけどさっきよりでかいね、うん、丸のみ、やっぱスパイロンが一番釣れるわ。ワーム変える、山線香よりスパイロンの方が釣れる今日。スパイロン
俺が使ってるワーム。火によるのよね。今日はスパイロン。はい、丸飲み。もうスパイロンだけ投げとけ。はい、自分はね、長きに分かって、あの、山線香信者として有名だったんですけど、もう今後この時代来ました。スパイロン。スパイロン。これだけ投げとけ。もう山線香投げないことにする。だって今日山線香投げてる人全然反応ないけど、これスパイロン投げたら俺だけバイト連発だからね。ギルケワーム。山線香を超えた。スパイロン。全員スパイロンにします。スパイロン。ちょっと針工夫してつけて。スパイロン釣れる。スパイロン釣れる。うん。めちゃめちゃやばい。エマ並みにやばい。エマ並みやばい。ちなみにさっき釣れた魚はね、投げてちょっとこっちで作業してて放置してたら勝手に釣れてたっていうパターンです。放置メソッド、投げて放置で釣れる。来た？来ない。来ない。